タバコ吸ってんの生徒会長に見られた。ち、最悪。いけないな、カジさん。赤木、てめえ先行にチクる気か。いや、僕も鬼じゃない。今回だけは多めに見よう。ふう、話がわかるじゃんか。僕にキスしてくれたらね。舐めてんの？真面目な話さ。実は悩みがあってね。僕は今まで女性に惚れたことがないんだ。はぁ？ホモなんじゃねえの？大丈夫。それはもう試した。え？何を？ただ女性に興味が持てないんだ。付き合うことの何がいいのか。だからキスして確かめたいって。いいぜ。面白そうじゃん。私がキスの仕方、教えてやるよ。いや、キスの仕方は知ってるんだ。あ、悪い。意外と協力的だね。別に、初めてでもねえし。金さえもらえれば誰とでもするぜ。本当に？ならいくらで体を売るんだい？10万くらい。ちょうどよかった。なんで持ってんだよ。怖いのかい？はあ、別に怖くねえし。本当は遠行なんて経験ないんだろ。はあ、なめんなし。普通10万も要求しないよ。体を売ったことがない証拠だ。でも本当は10万でも安い。カジさんには自分を大切にしてほしい。おこぎ。ま、それでもキスはするんだけどね。すんのかよ。もちろん。タバコの件もあるしね。やっぱり怖いかい？別に怖くねえよ。じゃあ行くよ。やに臭い。臭いよカジさん。いいだよ、しょうがねえだろ。タバコやめた方がいいよ。お前彼氏かよ。それもいいね。僕カジさんのこと好きになれそうな気がする。タバコやめてくれたらね。死ね。生徒会長にタバコ吸ってんの見られて告られた。しかも条件としてタバコやめろとか言うし。あー、吸いてー。あれ、なんで私素直に禁煙してんの？っていうか別に私付き合うとか言ってなくね？いやー、カジさん、こんなところに呼び出して何か。赤木、お前に言っとくことがある。私の弱み握ったからって。弱み？おだてられると照れちゃうとこ？ちっけえよ！タバコのことだよ！お前と付き合うとか言ってねえし！おお、じゃあ改めて。言わねえよ！一回キスしたくらいで彼氏づら。二回したよ。うるせえよ！別にキスくらい初めてじゃねえんだよ！そんなんで女を落とせるとか思ってんじゃ。じゃあどうしてほしいんだい？だから、なんで私が、その。もっと愛せって？仕方ないな。ほら。ほらじゃねえよ！大体お前私のこと好きでもねえだろ。そんなことないけど。嘘つけ。私のこと何も知らねえくせに。まあ確かにあまり知らないね。ほらやっぱり。そ、学校で見てたこと以外は。あまり友達がいないのも、授業中いつも寝ていることも、放課後も帰ればいいのにここでタバコ吸っていたことも。この間のは偶然じゃない。前から興味があったんだ。言えばやらせてもらえると思ったのか。うん。カジさんは誰にでも声をかけられたら寝ちゃう子なんじゃないかと思ったんだ。で、実際その通りだった。軽い男だったら放っとかないよ。まあ僕の好みとしてはちょっと肉が足りないけど。やっぱな。生徒会長とか言っても頭の中はドスケベだもんな。確かに僕もカジさんと寝られるなら寝たい。ああそう、なんなら今ここで。だから他の男に取られる前に僕がカジさんを奪いたかった。お前さっきから何言ってんだ。だからカジさんを僕のものに。うるせえよ。だってお前私みたいなやつ。なんで？多分好きだから。多分ってなんだよ。わからないんだよ、人を好きになったことないからね。でもこれが恋じゃないなら何だっていうのさ。知るかよ。そ
そんなの確かめてみようよ。もちろんカジさんが良ければだよ。無理に縛ったりしない。私どうする、付き合う？いやでも私はいやだから、うんって言って正解なんか英語得意になってきたかも。赤城のおかげかな。じゃあおっぱい揉ませて。赤城さ、ここ図書室じゃん。うん。家だとイチャついて集中できないからここで受験勉強してんじゃん。うん。で、なんだって？涼子ちゃんのおっぱいを揉ませて。お前って頭いいくせに時々ほんとバカなこと言うよな。バカなこと？こんな人目のある場所で胸なんか触らすわけねえだろ。涼子ちゃんは粘り強くお願いしたらきっと揉ませてくれる。ね、そんな気がするでしょ。なわけねえだろ。どうかな、涼子ちゃん推しに弱いし。私はそんな軽い女じゃ。知ってるよ。でも僕だけ我慢してるの。涼子ちゃんは？私は別に。もっとベタベタしたいとか思わない？思わな。なんだよ。わかるでしょ、おいでってこと。だから私は別に。いいんだよ、我慢しなくても。まあ誰にも見られてないし、ちょっとだけなら。その代わり僕にもおっぱいを揉ませて。なんだよそれ。僕にだけ我慢しろっていうの？じゃあいいよ、私はそんなに我慢してな。ほら。くそー。ほら、やっぱり我慢してた。お前が誘うからだろ。じゃあおっぱい揉んでいいんだね？いいんだね？好きにすればいいだろ。じゃ勉強に戻ろうか。は？なんだよ。いいんだよ、最初から揉む気はなかったし、涼子ちゃんはすぐその気になってたけどね。じゃあなんで揉みたいとか。僕が普段どれだけ我慢してるか知ってほしくて。なんだよ、私だけ甘えてるみたいじゃんかよ。そんなことないよ、僕も分かってもらえてすっきりしたから。あ、期待してたの？